サンタアーキーとは、クリスマス時期に、サンタクロースのコスチュームを身につけ、大勢で集まりがいの中で遊ぶイベント。発祥の地であるアメリカでは、サンタコンと呼ばれている。サンタアーキーの語源は、サンタ、アナーキーである。サンタコンは1994年に、サンフランシスコで始まったイベントで、当初はクリスマスシーズンの商業主義への反対運動という、性格を持っていた。 2003年より東京でもスタート。フラッシュモブや2チャンネルの大規模不快に近い側面もある。日本ではサンタウォークやその他サンタクロースの紛争をして集まる各種のチャリティ活動やボランティア活動もあるが、サンターキーは明確な違いとして一切の目的、主義、主張、参加費等、金銭の要求を全て排除した自由な集まりであることを徹底している。 政治的主張やチャリティ、寄付目的、デモ行動ではないと強く明言されており、一切の目的がないことが、サンタアーキーの大きな特徴である。日本における、北起人曲がりすぎドットネットは、サンタになる以上、そういった行為を絡めるのはナンセンスであり、もっと、コズミックレベルでの遊びであるべきだと主張し、現在の都会生活において失われた人間性を回復させる、 ルネサンスと位置づけている。2005年12月18日、より暴力的なバージョンがニュージーランドのオークランドで起きた。徐々に小規模な暴動へと発展し、サンタたちは商店での略奪行為や行き交う車に瓶を投げたり、警備員への暴行などを行った。少なくとも2名の見物人が軽傷を負い、3名が逮捕された。オークランドサンタアーキーの代表者である。 アレックス・ダイヤーは世界的な現象であるクリスマスの商業化反対運動の参加者であった。日本では2006年には天皇誕生日のため外戦行動中の右翼団体に出くわしたサンターキーの集団が日本人として恥ずかしくないのか、などと叫びながら追いかけ回される事件が起きた。日本での開催は非暴力、反コマーシャリズム、 主義主張の排除を徹底しており、違反したものには主催者から、業界流の対応を行うと明言されている。米 NY などで、クリスマス恒例、サンタコン、サンタ姿ではしご酒。ロイター通信。https.jp.loiter.com。アーティクル。サンタ君エジップ分 1410dn2019 年5月15日。閲覧。サンタアーキー東京2003。 曲がりすぎ .net 2012年12月4日閲覧サンターキー東京2004曲がりすぎ .net 2012年12月4日閲覧サンターキー東京2005曲がりすぎ .net 2012年12月4日閲覧 AB サンターキー東京2006曲がりすぎ .net 2012年12月4日閲覧 インフォ、名古屋オフ販売、サンターキーウィズ頭悪いのお知らせ。ミクシーのコミュニティ頭悪いのブログ。2012年12月4日閲覧。サンターキーオンビングル。www.vengle.com。2012年12月4日閲覧。サンタルクニー2007。2チャンネル掲示板のカコログ。記事番号232。2012年12月4日。 閲覧。サンタの格好をして集合するアートパフォーマンスサンタッキー東京 designwork-s.com2012 年12月4日閲覧2009.1219渋谷八甲前代々木公園お台場までサンタコスチュームで遊びまくったサンタッキー東京に参加代々木公園でダンスパーティーに遭遇して はしゃぎまくるサンタたち。YouTube、2012年12月4日閲覧。サンターキー大阪2009、A セットオンフリッカー。フリッカー、2012年12月4日閲覧。サンターキー、カミシホロンドットコム。2012年12月4日閲覧。サンターキー東京2010昼の部渋谷ココティの長いエスカレーターにて。 YouTube, 2012年12月4日閲覧。12、18は、サンタの格好して思いっきり遊びまへんか。サンターキー大阪2010、やるでー。Twitter, 2012年12月4日閲覧。でー、コスプレイヤーズアーカイブ、デーイアリー。www.cosp.jp、2012年12月4日閲覧。 サンターキー東京2011オ名ト居2012年12月4日閲覧サンターキー大阪2011フェイスブック2012年12月4日閲覧未来さんのズれズれ日記未来さん2012年12月4日閲覧ラジオに出るよ曲がりすぎ .net 2012年12月4日閲覧サンターーキー東京2007 曲がりすぎネット。2012年12月4日閲覧。酔っ払った、サンタの集団、大騒ぎ NZ リンク切れ。CNN ジャパン。2005年12月31日閲覧。バンコクのサンターキーを団結せよ。資本主義的クリスマスを粉砕せよ。2チャンネルの過去ログ。2012年12月4日閲覧。次回のサンターキー。曲がりすぎネット。 2012年12月4日閲覧。ありがとうございます。